エリック・ジョージ・オフラ・ハティは、アメリカ合衆国、ワシントン州、わらわら軍わらわら出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。正の、オー・フラ・ーティだが、H は、無声音でありらは、レア。レアと同じ発音なため、オフレ・アーティが、より発音に近い表記となる。シアトル・マリナーズ時代2003年の MLB ドラフト6巡目で、シアトル・マリナーズから指名され入団。 2006年は開幕を A 級インランドエンパイアシックスティシクサーズで迎えたが5月27日に A 級サンアントニオミッションズ8月9日にトリプル A 級タコマレーニアーズに昇格していき8月16日にメジャー昇格を果たし同日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー同年メジャーで15試合に登板しシーズンを終えた 2007年は5月4日にメジャー初勝利を記録して以降8月1日にかけて7連勝を記録しメジャー初勝利からの連勝記録の球団記録を更新同年56試合の登板で7勝1敗防御率4.47を記録したが2008年は7試合の登板で防御率20.25の成績に終わった2008年11月20日に ウェーバー工事を経てアトランタブレーブス移籍。2009年は78試合の登板で防御率3.04を記録。スライダーの請球を改善させ、チェンジアップが効果的に使えるようになった。2011年は主に7回を担当し、クレイグ・キンブレルやジョニー・ベンタースと共にブレーブスのブルペンを支えた。このシーズンは78試合の登板で、 防御率0.98と抜群の安定感を誇った。2012年1月に、前年の約2.8倍となる1年総額249万ドルで、ブレーブスと再契約した。2013年5月18日、左ヒーチを故障し、15日間の故障者リストに入った。MRI の結果、左ヒーチ尺骨束腹靭帯の損傷が判明。5月21日に、 トミー・ジョン手術を受け、2013年中の復帰は絶望となった。10月31日に FA となった。オークランドアスレチックス時代2014年1月22日にアスレチックスと2年総額700万ドルの契約で合意した。年俸は1年目が150万ドル、2年目が550万ドルとなった。2月17日に 前年の手術の影響で60日間の故障者リスト入りした。同年は21試合の登板に止まったが、防御率2.25ホイップ0.95という高成績を記録しており、手術前と比べて実力が低下していないことを証明した。2015年は25試合に登板したが、防御率5.91ホイップ1.97と打ち込まれた。 ニューヨークメッツ時代2015年8月4日にダーウィン・フリアス・キンセントのトレードでニューヨークメッツへ移籍。同年11月2日に FA となった。メッツ加入後は16試合にリリーフ登板したが移籍前よりも炎上。防御率13.50ホイップ2.65と驚異的に打ち込まれた。通年では41試合に登板し、防御率8.101勝2敗。 ホイップ2.17という成績だった。ピッツバーグパイレーツ時代2016年2月11日に、ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに合流した。3月27日に、金銭トレードでブレーブスへ移籍した。この年は39試合に登板して1勝4敗、防御率6.24日22奪三振の成績を残した。 オフの11月3日に FA となったが12月22日にブレーブスとマイナー契約で再契約し2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2017年4月2日にメジャー契約を結び開幕25人枠入りした7月21日に自由契約となったありがとうございます